じゃあ1時間煮たのはこちらです。じゃあ麺を入れていきます。どうも料理お姉さんリュウジです。はい、ということです。今回はですね、まあまだ一滴も飲んでないんですけども、一滴も飲んでないということは至高シリーズですね。皆さん、今回はですね、待望のレシピでございます。至高の醤油ラーメン、至高シリーズにラーメンが出ました。あ、まあもう担々麺とかやってるんですけども、ほんと純粋なあの醤油ラーメンっていうのは初めてですね。で、今回ねやっていくのは市販のスープの素使わないレシピです。チャーシュー作るんですが、チャーシューの煮汁で作るかなり本格的なラーメンですので、今回はこれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料紹介いきます。まず醤油ラーメンなんで、ラーメン生麺なんでもいいんで、僕が、いつも使ってるのはこれです。まあお好みですね。今回はスープの要になる豚バラです。ブロックでこれを煮出して煮汁で、スープを作っていきます。こいつがね、だいたいね 500g、 油の量がね、だいたい赤身が7、脂身が3ぐらいのがいいですね。まあこれまあ6-4ぐらいですけども、赤身が7ぐらいの方は本当はいいですね。で、鰹節、大のスープですね。あ、今回は肉と鰹のダブル出しでいきますんで、青ネギ、ネギの青いとこね、これチャーシューの臭みを消すために入れます。生姜、ニンニクも臭み消し、あとスープに香りをつけるためですね。で、長ネギ、これはスープ自体に入れるものですね。ニンニク、こっちはおろしで使います。はい、細かく言いましたけど、材料自体はシンプルなので今回はこれを使ってやっていきます。じゃあですね、今回は至高の醤油ラーメンなんですけども、至高の醤油ラーメンを作るには何が必要か。ラーメンっていうのは豪快にすすっていただく、料理ですので、すする楽しみ理解しないといけないと思います。そこで私くしは考えた、することを理解する方法はこちらでございます。2号、ご飯できたよ。はい、ということで、ラーメンのすする気持ちを理解するために、すっていきます。乾杯！乾杯。最高。最高っす。すすりましょう。これから。ということで、すする TV、始まります。まずね、ニンニクですね。ニンニクは一つは、丸裸にしてください。あられもない姿にします。で、こいつは、おろして使いますんで、これね、チャーシューの漬け汁に使うんですね、これね。そしたら、まあ、今度は長ネギ。まあ、最近このやり方が、一番僕やってるんで。こうやってね、蛇腹に切ってから切ると、みじん切りになるっていう寸法ですね。これね、長ネギはスープにの浮き身になるので、これね、一人分なんですよ。なんで、同時に2人前とか3人前作りたい方は、2倍、3倍にしてくださいね、これね。あとでスープに入れ込みます。鰹節。こいつはレンチンします。600ワット、40秒ぐらい。この鰹節も、スープの素になりますので、2人前やりたい方は、倍。生姜は、薄切り。で、ニンニクは、潰す。豚を茹でるための、ニンニク。これね、スープにもね、ちょっとね、ニンニクの煮込んだ香りがね、あるとすごく高級感が増しますんで、これ、生姜とニンニクを入れてください。チャーシューを煮て作るスープの大元。で、こっちが返して使う方ですね。はい。ちょっと、あまりにも邪道な作り方するんで。これから、チャーシューを作るとともに、大元の豚スープを作っていくんで、チェンジ。じゃあね、鰹節、さっき出来上がりましたんで、粉にしておきます。で、鰹の粉をスープになじませるような感じですね。まあ、これ、返しです。粉作りました。カツオ粉。池盛りシステムでございます。はい。最後にラーメンスープを作るんですけども、ラーメンスープを作るときにこれを入れると深みが出ます。まあ、だしですね、これね。豚スープとか鶏ガラスープとかに、魚介だし合わせますよね。それです、これは。じゃあね、こっちにね、お水入れていきます。1100ml ですね、と入れます。で、ここに豚バラを入れます。こんな感じで、ここに生姜、潰したニンニク入れます。で、青ネギ、これでね、豚の臭さが全部なくなりますんで。で、お塩は入れない。このまま沸かします。沸かして沸騰したら弱火で1時間煮ていきます。そうするとこの豚自体の旨味が、このスープに溶け込んで、これ自体がすごく美味しい豚のスープになります。これはね、基本ラーメン屋さんじゃやらないです。なぜかというとコストがかかりすぎるから。これをやるんだと全部チャーシュー麺になっちゃうんで、ラーメン屋さんとかだと骨からやります。ただ豚の骨とか鶏ガラスープとかやると相当時間かかりますんで、このお肉から取るやり方だと1時間で豚のうまいスープを取ることができます。なんでおうちラーメンではこれが一番簡単でやりやすいですね。
はい、しかも良質なスープが取れます。お肉ですから骨じゃなくて。じゃあこれ一回沸騰させます。じゃあ沸騰してきましたので、このまま蓋をして、これで弱火で大体1時間、はい、豚が柔らかくなるまで煮ていきます。じゃあ1時間煮たのはこちらです。はい、どうでしょうか。もうね、チャーシューはねかなり柔らかくなってます。そしてここにもう豚のね旨味が全部このスープにいってるんですね。そうしましたらですね、このチャーシューにしたいんで、これちょっとつけ汁プラス返し、つけ汁と返し同じなんで、返しを作っていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあ返しね、まずねお醤油、お醤油がまあ 100cc ですね。これ返しなんで結構醤油を使います。そして酒、お酒が 30cc、 はい、お酒で深みを加えます。そしてみりん、甘みですね、甘みとコク、はい、りんりん。でここにうまみ調味料、あのね基本的に返しはうまみ調味料入ってるんで1、2、3、4、5振りです。でおろし、ニンニクをやったんでこれ半かけ分で、これね一回沸かします。ふわっと沸かしたらこいつでチャーシューをシューしていく。一回ね軽くひと煮立ちさせるんですね。ひと煮立ちさせるとアルコールが飛びますから、アルコールが飛んでニンニクのねこの辛みとか臭さとかもね熱でちょっと飛んでくんですよね。なんで極上のチャーシューになります。はい、ですね、沸いてきましたね。これで、はい、この感じです。これでアルコールが飛ぶんですよ。これで、はい、飛びました。ひと煮立ちです。はい、そうしましたらですね、はい、ちょっと今ね耐熱ちょっと温度に強いね袋にこのチャーシュー入れました。ここにね水張っとくんです。でこれね水張っとくんですね。でここにスープを入れていく、煮汁ね、まあ、煮汁もねちょっと粗熱取った方がいいかもしれないです。ちゃんとこの袋が耐熱100度耐えるのを確認してから入れてくださいね。で、入れたら袋まだ開いてますよね。でこれねちょっとね沈める、炊き込みご飯が炊き上がった。でも今はラーメン界なんで、水に沈めるとほら見てください、こんな感じでチャーシューが全部このタレに浸かるんですよ。そしたらこれを縛る、まあもしこういうのがないからジップロックとかね、そういうものでもいいの でこれでね全体が浸かってるんですよ。じゃあ今ね、なんで、こういう風にしたのかっていうと、まずですね、この袋に、この調味料が充満するじゃないですか。充満すると、均等に、このチャーシューに味がつきます。で、チャーシューって、一緒に煮込むやり方もあるんですけども、僕のおすすめはこれ。なんでかっていうと、まずお湯で煮たじゃないですか。塩分が加えられてないので、塩分ってお肉を凝固させる力がありますんで、まずは水で煮てから、このチャーシューの漬け汁に漬ける。これがね、一番このチャーシューが柔らかくほろっといくやり方なんですね。で、これを漬けておくことによって、十分この漬け汁の味がこのチャーシューに入っていきますんで、これはね絶品のチャーシューになります。はい、もうほぼ至高のチャーシューでございます。このチャーシューをこのままちょっと冷やしておいて、このねタレと一緒に、ラーメンに使っていきますんで、これはこのまま、冷蔵庫に入れていきましょう。はい、ということです。チャーシューが進みましたんでちょっと切っていきたいと思います。これねここ切って煮汁をねまずねボウルに出しちゃう。この煮汁これ返しになってますからね。でお肉ね、お肉取り出します。ドーンとね、さあ美味しそうなチャーシューが出てまいりました。まあ今日はねもうちょっともうたっぷり使いたいので、こう割っていただいてスライスしちゃいます。このままほらめっちゃうまそうでしょこれ。見てください、美味しそうなチャーシューですねこれ。どうでしょうか、最高に美味しそうなチャーシューが切れましたね。今日はチャーシュー麺3つぐらいね、3切れぐらいでもいいんですけど、今回はちょっと贅沢に使っちゃおうか。でこれはね、乗っける前にレンチンするといいです。ちょっとねあったかいと油が溶けて美味しいので、まあでもまあこのままでもいいか、そんなに冷えてねえし。はい、そしたらですねスープ作っていきます。はい、じゃあですねここの小鍋に今回はね1人前作ります。スープね 300cc 測ってください。多分ねこの分量だと3人前取れると思うんで、3人前一気に作っていただいてもいいんですけども、今回は分かりやすいのは1人分、だからこのラーメンの分量3人前できるんで、3人前作りたい人は全部3倍量で、鍋温めてくださいね。これね、でここにラーメンのスープ、煮汁ですね、豚の煮汁 300cc、でラード、これね小ラーメンラードめっちゃ大事なの。ここもね豚バラのラード浮いてるんですけどちょっと足んないんで、
大体ね、ラードね、5、6センチ、これぐらいですね、入れてください。で、チャーシューのね、漬け汁、煮汁ですね、これね、大さじ3杯、はい、1、2、3ですね。これね、あの漬け汁は豚の旨味も入ってますし、ニンニクの香りもあるんで、ここに入れてください。すごいいい味出します。塩気が足んないんで、ここに醤油少し入れます。加熱しない醤油ってすごく香りがあるので、ここはね、あのさっと加熱したところのこの醤油がいい味出します。ここでお塩、マナブがね、1/3、小さじ1/3、これぐらい、これで、塩味つけていきます。あのね、ラーメンって、塩味が効いてないと美味しくないので、お砂糖。ちょっと待って、この料理さ、俺のレシピの中でも一番難しくねえか。かなり本気で作ってる。まあでもラーメン俺昔めっちゃ食べ歩いたから、まあそうなっちゃうんだよな。で、かつお節の粉、みんなが忘れてたかつお節の粉をここに入れます。これでかつおの香りがついてきます。長ネギ、さっき切っときましたね、長ネギです。これもね、3倍量にするんだったらみんな3倍切っておいてくださいね。これね、味の素、1、2、3、4、5、はい、これはね、昆布だしの代わり、これ入れないと美味しくありません。で、ここに黒胡椒、削りたてのやつでもいいんだけど、あのこのちょっとパウダー状のやつ3、4振り、これ沸かします。沸かしたらこれスープ完成なんで、これはうまいぞ。これはね、もうね、あのずっと煮込む必要ないですかね、沸いたら完成ですからね。これね、この醤油ラーメンのスープはね、誰にも負ける気しないです。下手なラーメン屋さんで全然美味しい。本当に若い時にもう何百軒も行きましたけど、ラーメン、この醤油ラーメンが最高です。で、お店ではできないです。豚の塊肉から出汁取ってるんで、まあできるところはあると思うけど高いと思う。でもだからこそラーメン屋さんはすごいんですよね。あの値段であれだけクオリティの高いものを出してるんで、そこはね、勝てません。でも美味しさだけで言ったら家庭でもめちゃくちゃうまいもの出せます。じゃあ沸いてきましたね。そしたら今度ラーメンを茹でて、あーすげえ酔っ払ってんだけど、ちょっとラーメン作る時真剣になってきた。魂を込めた一杯なんで、皆さんお付き合いお願いします。まあまあまあ、沸いてきましたね。沸いてきたらラーメンね、あの、まあ、手打ちとかが本当はすごいいいんですけども、ちょっとまあそこまではご家庭ではできないと思うんで、こいつを入れて茹でていきます。で、これはまあ数分で茹で上がりますんで、もうね、これラーメンのスープ入れてください。ここにこれラードが入ってるんで冷めにくいんです、このラーメンスープ。ラーメン屋さんのラーメンもラード入ってます。本当はね、あのカメリアラードっていう、あの最高級のラードを使ってるところが多いんですけども、でもね、十分これで美味しい。突き詰めていくとラーメンというのはね、果てしないからね、これね。でも家庭でできるラーメン最高峰です。これね、絶対作った方がいいです、ラーメン好きな方。じゃあこれね、あと2分ぐらいで茹で上がると思うので、2分茹でていきますね。僕はちょっと麺方が好きなんで、2分半とは言いつつも2分で、OK だと思います。はい、そしたら、こいつを、湯切りチャッチャしていきます。よくチャッチャしておく。はい、 OK。 じゃあ麺を入れていきます。ここにチャーシューで、ここに入ってるのは香りと甘みのネギなんで、ここに食感のネギ、小ネギですね。やっと完成した。僕が人生をかけた、最高の醤油ラーメン、完成でございます。それじゃあいただきたいと思います。ラーメンはビールでしょ、乾杯。あー、これを待ってた、もう4本目の後だよ。これですよ、これガンガンチャーシュー、ほら、これラードが浮いたスープ。じゃあいただきたいと思います。いただきます。おチャーシューいいっすか。どこの店よりうまい、マジ。豚のバラの脂のオイラードをしてるんで、コクが半端ないですね、醤油ラーメンなのに。すっきりとしたうまみもあるんですけども、やっぱりね、奥行きのある味になります。豚だしが効いてんな、これ。おい、うん。で、まあこのチャーシューの味しみとさ、柔らかさだよね、最高。このクオリティのラーメンを出すところってそんなないよ。やべ、俺 YouTuber で炎上して仕事なくなったらラーメンやる。ということで、達也と高尾。じゃあ今日は俺の仲間の達也と高尾です。はい、10年ぐらい3人で遊んでるんで、今日はちょっと出します。ちょっと食べて、伸びちゃうから、伸びちゃうから、伸びちゃうから、食べてます。麺は市販だから、
麺こだわれば全然見せるんですよ、うん、はい、俺の至高レシピなんて一番手間かけたのこれすげえマジで。おいじゃあ乾杯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 、いただきます。いただきます。うん、おお、これは確かに店だね。店だろ。店だね。完全に店だね。うん、うわ、店の味だ。でも、うん、2時間でできるから。うーん、2時間で。うん、マジでうまい。チャーシューいただいていいですか。チャーシュー食ってくださいよ。1時間煮でこれになります。うん、柔らかい。足も染みてるだろ。味染みてるね。1時間でこんな染みんの。1時間でこれ、あの1時間煮て、うん、1時間つけて、まあ、合計2時間もかかってる。うん、俺途中から来たからさ、チャーシューはもう前日仕込むかと思ってた。いや、当日です。うん、休日絶対作った方がいい。これこれはやばいね。 YouTube 見よう。視聴者目線スープが最高でしょ。うん、あのね、これ以上できない。俺がラーメンものすごい食べ歩いてきたけど、醤油ラーメンはもうこれ、うん、決定版。俺のラーグとか使ってるから、うん、脂っこいのかなと思ったけど、うん、あっさりしてる。うん、あの、まあ、出汁的にはスキッとしてるからね。万人受けするね。でもね、味の深みがね、たまんねえと思う。これはみんな大好きだと思う。うん、俺のラーメンの決定版です。これに行き着くまでに4本やってるんですよマジで。いやー、これはもうまず魂こもってます。魂ごまず、ほんと炎上したらこのラーメン屋出すんで、うん、皆さん、僕が炎上したらラーメン屋ちょっと調べてきてください。ほんとよろしくお願いします。いける、はい、俺行くわ。龍事件お願いします。メニューは至高のラーメン、至高のチャーハン、至高のチャーシュー、至高の味玉。あ、全部あるじゃん。いや、至高の餃子もあるし。あ、でも至高の餃子はちょっと仕込み大変なんで。確かに。やめよ、あの、外注しよう。外注しよう。工場を抑える。工場。頑張ろう。工場に、外注しよう。ということで、このラーメン最高に美味しいんで、ぜひ試してみてください。バズレシピ券ダセリュージアダサリュージア。それ家系ラーメン。家系ラーメンじゃない。バズ券ダセリセンス絶望的。ちょっとネーミングはちょっと考える。飯うまいけど、センス。